五輪開会式作曲担当の小山田圭吾氏辞任へ。開会式に作曲担当として参加している小山田圭吾さんが関係者に対し担当を辞任する意向を伝えたということです。小山田氏をめぐっては学生時代に同級生や障害者をいじめていたと雑誌などインタビューで発言したところを問題する声が上がっていました。組織委員会は小山田氏が自身の公式サイトに謝罪文を掲載したことから引き続き最後まで準備に尽力していただきたいとしていましたということだけど、まあ今の流れなのかもしれないね。こういうのはさ、なんか昔からどうせこのあったし、露悪的な文化もあっただろうし、ただ文章として残ってそれがね再度再度掲載され続けるっていうのが SNS 時代のね特徴なのかなと思いますけどね。そういうのはちょっとなんていうかいいことなのか悪いことなのかよくわかんないですね。何せ25年前とかの話だということなんで、その時とはまあね、そのなんていうの、細胞レベルでも人間が違ってくるわけですから、なんで、ね、過去の罪というかで責め続けるっていうのかわいそうかなと私はね繰り返し思うんだけどね。それでもやってることがやってることだとかっていうことをね、指摘受けましたけれども、例えばじゃあ子供の時にさ人のこと蹴ったとかさ、そういうのっていうのはもう含まれちゃうのかなとかね、ちょっと面白い難しいところですよね。